はい、こんにちは。うどんです。今回は、インテルの CPU の、セレロンなんですが、低価格で、性能も価格なりで、どうせあんま使えないよね、みたいな印象があるんですが、まあ、実際どんな用途で使えるのか、ベンチマークを走らせたり、ゲームをしたりして、で、セレロンの性能とやらを見せてもらおうか、という動画です。というか、以前アップした、CPU ソケット交換の動画で、動作確認として使用した後、全く使う機会がなくて、まあ、せめて動画のネタにさせてください。成仏してください。で、今回使用するパーツなんですが、現在メイン PC をミニ ITX 化しようと企んでおりまして、で、PC ケースも自作中。でももうちょっと時間かかりそう。まあ、なので、今回の検証のついでに、調達したパーツの開封とか、動作確認とかしたいなと。届いてからもう1ヶ月ぐらい放置しちゃってて、まあ、初期不良とかあるとあれなんで。で、今回はテストなんで、ケースではなくベンチ台に組んでいきます。で、ベンチ台は以前の動画で雑に転生されたやつを使っていきます。で、次にマザーボードですが、アスロックの Z390、ファントムゲーミング -ITX/AC、Z390 のチップセットのミニ ITX マザーボードとしては、まあ、上位のマザーボードで、なんか珍しくサンダーボルト3もあるし、で、M.2 が2スロット、Wi-Fi もあって、で、VRM 電源が7フェーズということで、まあ、ITX サイズでオーバークロックするなら、そこそこ良いです。か？まあ、とりあえずこの小さいサイズにたくさん詰め込まれた感じが素敵なんです。っていうか、なんか Amazon で購入したんですが、段ボールもプチプチもなくて、なんか箱に直接送り状貼り付けて、すっぱだかで送られてきましたよ。まあ、どうやらマザーボードは精密機器ではないみたいです。で、CPU は当然インテルのセレロンで G4930。以前の動画で動作確認後、グリスもつけっぱなしで、汚れたまま、怪我されちゃったまま放置されていました。で、これはコーヒーレイク S リフレッシュ、第9世代の CPU で、2019年後半に発売。で、ソケットは LGA1151 ということです。で、ちなみに最新の第10世代のソケットは LGA1200 なので、互換性はないみたいです。まあ、ただセレロンはそんなに性能変わらないっていう話で、で、クロックが 0.2GHz 増えてるぐらいで、こちらのは、動作クロックが 3.2GHz。で、2コア2スレッド。で、内蔵 GPU もありまして、インテル UHD グラフィックス610。コア i シリーズの方は630なので、若干劣るんでしょうか。で、一応 4K 出力に対応してるとのことです。で、TDP が 54W。CPU クーラーも付属。で、価格は4000円から5000円と非常に安くて、まあ、ただオーバークロックはできないっていうことです。で、新品時にはクーラー側にグリスが塗ってあったんですが、まあ、一度取り付けちゃってるので、まあ、初めてはもうあの人にあげちゃったから、今回は猫グリスを使ってみます。まあ、こんな高性能グリスを使う意味はなさそうなんですけど、で、新たなメモリも用意してまして、で、オーバークロックメモリとしては比較的安かった、G スキルの2枚 32GB のやつなんですが、まあ、今使ってるのと同じシリーズ、同じデザインだったみたいで、まあ、別のピカピカ光るやつにすればよかったなぁと、ちょっと後悔してます。まあ、あと、メモリの逆差しにはご注意ください。私は以前にやらかしてますので。で、SSD は M.2 で NVMe の、キングストンの、250GB のやつで、グラボも取り付けてベンチとかしてみたいんで、で、爆熱でワッパ悪すぎの AMD、レジオン、ベガ64をメイン機から拝借しまして、で、電源はサブ用のコルセアの 450W の SFX 電源で、まあ、グラブ入れたら電力ギリギリかもなんですけど、まあ、継続運用するわけじゃないんで、まあ、気にしないでおきましょう。で、ちなみに保証に必要な書類が、ビニール包装に貼ってあるシールらしくて、まあ、おそらくこれを捨てちゃうと保証を受けられないっていう罠があります。まあ、ご注意ください。というわけで、この中で一番安いパーツが CPU のセレロンなんですが、まあ、グリスを除けば、まあ、ここまで足回り揃えてやれば、セレロンといえども真の力を見せてくれるんじゃないんでしょうか。いや、変わらんか。で、まず、シネベンチ R15 と、R20 をやってみました。まあ、とりあえず、ナノートに搭載されてた、アトム CPU よりかは、マシなうんこって感じでしょうか。で、普通に操作する分には、あまりもたつきもなくて、で、ネットサーフィンとかも普通にできそうでした。まあ、おそらく、オフィス系のアプリとかも、ほどほどに動作するんじゃないでしょうか。まあ、セレロンの用途、ターゲットなんかこのあたりらしいんで、まあ用は足りてるということだと思います。まあただ CPU が必要になってくる場面は不得意で、まあやっぱ動画のエンコードはもちろん遅いでしょうし、まあ ZIP ファイルの解凍にも結構時間かかっちゃいました。で、4K 出力できるということで、4K ディスプレイに接続しまして、まあ体感では処理が遅くなるようなことはありませんでした。で、この状態でシネベンチ R15 もやってみましたが、まあほとんど誤差程度かなっていうところでした。で、4K 再生の方も問題なくて、先日 iPhone で撮影した、まあ、一向に片付かない物置部屋の 4K60p 動画も、まあ、ぬるぬるに再生されました。で、消費電力も簡単ですが見てみたところ、アイドル時は 20Wh ぐらい。CPU-Z で使用率を 100% にした時は、35W 前後でした。で、ゲームなんですが、まあ、とりあえず CPU 内蔵の GPU が、どれほどのものなのか試していこうと思います。で、まず、ドラクエ10のベンチなんですが、フル HD の標準品質で普通ということで、なんとかプレイできそうでした。で、FF15 ベンチは、1280×720 の最低品質で、まあ、一応は完走できたんですが、まあそれでも動作困難のカクカクでした。で、マイクラは、アトムでもギリギリプレイできてたんで、まあセレロンでも全然いけそうな感じでした。で、フォートナイトなんですが、自動画質設定していただきまして、まあおそらく最低品質レベルだとは思うんですが、まあ、50から 80fps ぐらい出てたんで、まあ意外にも遊べるレベルなのかもしれません。で、APEX の方は、最低レベルの品質にしたんですが、まあ、チュートリアルのところで、まあ、だいたい15から 30fps ぐらいで、まあ、なのでこちらはちょっと厳しい感じでした。で、GPU を取り付けて、パフォーマンスがどうなるかなんですが、ドラクエとマイクラは、まあ、問題なさそうなんで省略しまして、FF15 ベンチは、フル HD の標準品質にしまして、計測してみたところ、結構ヌルヌルになって、スコアも遊べるレベルになりました。まあ、ただ、時々カクついたりするのと、メイン PC の 9900K と、このグラボでのスコアは、9000ぐらいになるんで、まあ、おそらく CPU がボトルネック、うんこネックなんだと思います。で、フォートナイトと APEX ですが、映像品質を上げても 60fps は確保できるようなので、まあこちらも遊べるレベルなんだと思います。まあただやっぱり読み込み時とかなのか多少カクつく場面があるようなんで、CPU の方で処理が追いついてないのか何なのか、まあ対戦だとこの辺があれでしょうか。というわけで、セレロンをちょこっと試食しまして、まあその実力を試した結果、まあ動画制作とか重い作業やゴリゴリのゲームには厳しそうなんですが、まあ意外にもたしなむ程度にはいろいろとできるんじゃないでしょうか。まあ私はナノートでアトムの厳しさを知った後なんで、まあちょっと良い印象になっちゃってる可能性もあります。最後に、この動画がどこかに刺さりましたら、チャンネル登録、いいね、コメントいただけると嬉しいです。今回は以上です。はい、ありがとうございました。